今日、三重県鈴鹿市にオープンしたそよら鈴鹿シロコ。開店と同時に大勢の買い物客が詰めかけました。そよら鈴鹿シロコはイオンリテールが運営するコンパクトな都市型ショッピングセンターで、三重県では初めての出店です。新鮮な食材やこだわりの商品を展開する食料品売り場には、三重県産の野菜やフルーツをはじめ、尾鷲市や鳥羽市など三重県内で水揚げされた新鮮な魚介類が並び、売り場は大にぎわい。中でもひときわ長い行列ができていたのが、ラーメンチェーンスガキヤ初のたこ焼き専門店たこじゅです。注目されるのには訳が。スガキヤラーメンにも入れているあの魚介だしで、スガキヤオリジナルになります。なんとスガキヤラーメン秘伝の魚介ベースのだしを生地に練り込んで焼き上げたオリジナルのたこ焼きなんです。熱々のたこ焼きを頬張るお客さんは、今日はじゃあどちらからいらっしゃったんですか。宮城県からこれは行かなきゃなと思いました。とろりとして美味しいです。魚介みたいな感じもしますね。このたこ焼きのおすすめの食べ方は、たこ焼きだけでも食べてほしいんですけど、ラーメンを食べて、たこ焼きを食べて、デザートを食べてっていうお好きな組み合わせで皆さん楽しんでいただければなと思っております。このたこ焼きが食べられるのは現在ここだけ。そよら鈴鹿シロコは年間およそ184万人の集客を目標としています。